We're in total energy. Power Rock Today。さて、今日はヨーロッパから帰ってきたばかり、ラウドネスのボーカル新原さん、お久しぶりです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。先日はロックロックのイベントご苦労さんでした。大変でしたですね。4時ぐらいまで飲んでたでしょ。4時5時ぐらいまで飲んでた。いや本当ですか、いや俺ね驚いたのね、あのビーズの2人なんだけど、酒飲む時も静かなるファイターだねそんな感じしない？そうそう、稲葉君とかまさにすっげー飲んでんだよ。飲んでんだけど割とこうクールに、行くね。イメージ崩さないですよね。崩さない全然。だからまあさすがだなと。さすがだなと。ただね、目はね言ってた、かなり言ってましたね。これは見しちゃいけないですなっていう。やば、目は。はい、本当ですか。あとね、もう伊藤さんが帰った後、冠君のね、カラオケ大会になっちゃって。だから俺ねそんな予感したんだよものすごかったですよ、演歌から何からだろう、あの声で、あれで、でも稲葉君もみんなも大盛り上がりですよ。本当かよ、おい、持っていきましたよ、冠君が。本当、朝までご苦労さんでした。はい、ありがとうございます。ヨーロッパ、はい、何をこんなに、もう今話してたの、あの君とこのマネージャーとね、ユニバーサルの、あの A&R と、今ね、ラウドネスのプチブームが来てる。プチブーム、プチだよ。いやいや、そうです、もう、いや、驚いたよ。よっ、びっくりしましたですよ。このやっぱバルセロナ3万人くらいいるけどね、ものすごいです。これちょうどねジューダス・プリストのステージの直前だったんですよ、でジューダスがヘッドライナー で、その前にラウドネスが、登場の、そういうなんちゅうの、あのラインナップね、ラインナップで、びっくりしましたですよ。でね、いつもね僕ら出るときって大体3時4時5時とかいうのが多かったんですよ、でね今回は9時からだったんですよ、出番が。あら、でねバルセロナとかあっちの方って夜が暮れるのが10時なんですよ。そりゃそうだろうな。8時とかってまだ日本でいうところのお昼夕方のはまだ明るい感じなんですよ。だ、だからね初めて9時に出て、まあやり始めた頃はまだちょっと夕焼けがある感じで、いいじゃん。 それからね3曲4曲進むうちに日がどっぷり沈んで真っ暗になって、照明が初めてですよ、がっつり照明が焚いて、こんなに照明焚くのかと、もう恐縮するぐらいにうちも盛り上げてもらって。だってさ、俺そのアフターショーのねステージ上で、まあ高崎君とかみんなそのドラムライザーの方を見て写真撮ってんだけどさ、君が一番すげえんだけど表情が嬉しい高崎君と結構クールにやってるけど、まあ山ちゃんもすごいけど、新原君でしょ、この爆笑っていうか嬉しいっていう見ろよ、ドヤ顔のね、見ろよドヤ顔。いやもう本当にもう初めて、すごいよこれ、あらららら、めっちゃ嬉しそうじゃん、そう、少年のようだな。私も本当にねフロントマンでしたからね、はい、右へ左へ行って、もうムッチョグラシアスと大きな声でムッチョグラシアスムッチョグラシアスを言いまくってですね、もうあのラティーノを大いに盛り上げてきました。すごいな。あとさ、イタリアとかさ行ったことなかったの、今初めてです。これあっちの方でしょ、これイタリアですね。あ、これは違う、これはドイツかな、ドイツのエッセンかな、あ、イタリアですね。イタリアだよこれ、そうですね、イタリアもすごい、割とこう30年追いかけてきたぞっていう親父が前いるね。もう本当その通りです、油っぽい感じが、もうね30枚ぐらい LP、ビニールの LP を30枚ぐらい持ってきて、そういうのが10人ぐらい集団でファンがね、お前らいつまで待たせるんだと、30年待ったぞ待ったぞと、早く来いということだからね。今も本当にねラウドネス、やっぱりほら今回ねフェスティバルもいっぱい出たでしょ、バングヨーヘッド、これ20周年だったんだってね、だからラウドネスにはその三大アイディス30周年やってくんないかって話だったらしいんだわ。そうなんですよね、そのリクエストが来て、この楽曲でやるんだらぜひ出てもらいたいということで、やったんですけど、したらじゃあ そういうことやってくるんだったらうちのフェスもどうだ、うちもどうだみたいな感じ でアメリカまで飛び火して、アメリカでそれでツアーしてくれみたいな話になって、で30周年の三大インストアルバムの30周年ツアーっていうのがワールドツアーがなんかこう図らずも実現したすごいよ、ええ、ブームだよ、プチプチですね、プチだプチだけどすごいね。だけどね、でも実際やった曲なんか見るとさ、これなんかバングヘッドとかロックフェストバルセロナだけどクレイジーナイツから入ってるね、かなあのもうライクヘルだよライクヘルだよ、でも、ね、大合唱ですよ、だろうな、ええ、めちゃすごかったじゃん、皆さんも大合唱で頭から、ええ、あらなんかのイヤーモニターっていうのを耳につけてやってるんですけど、普通にあれ歌声とかあんま聞こえてこないんですよ、遮音されて、それがもうイヤーモニ越しから、
あの地鳴りのようなレアカシオが聞こえてきますからね、怖いぐらいに。おいでね、さっきちょっとアメリカンツアーもちょっといろいろあるじゃないですか、10月の13日ぐらいからかな、はいはい、あるんですよ、結構長いツアーがあるでしょ、でね、驚いたことにね、今日リスナーの情報なんですよね、北区の森くんっていう事情通がね、今日はあのラウデンスの新原さんゲストだって言うけども、アメリカのそのコンサートツアーなどをね、あれ紹介するポールスターっていうホームページで、モーストビューデッド、つまり最も見られてるアーティストの16位にラウデンスがランクされていて、日本のバンデルは初めてのことじゃないかと。あ、そうですか。さっきね、あのユニバーサルに驚いた。ビリー・ジョエルより上だと。ビリー・ジョエル上だと。いやいや、もう恐縮でございます。だからこ の, あの北米ツアーが各会場でこうアップされて、いついつやるとバンバンバンって出たんで、はい、それでやっぱりね、あの全米中のファンが見てんじゃん、ラウンド作るのかと。そうですね、あのヨーロッパにも結構アメリカからあのたくさんファン遠征で、ヨーロッパどころかあの南米の方がいっぱい来てました、ね、うん、南米から、南米で行かないの今回ツアー。南米はあの一応ね、うん、あの30周年ということで、うん、あのワールドツアーが入って、うん、もう来年にかけて、うん、南米の方も一応交渉中というか、南米は受けると思うよ、絶対来いと。ブラジル、アルゼンチン、いいね、あの辺りは、ね、手薄に引いて待ってるから来いという。でもさ、どう、つまりそのバンドとしては35年例えばね、はい、活動してて、まあ、今回はその3代に30年ということで、はい、こうやってまあみんなで盛り上げようと。だけどまさかこんなに世界中で盛り上がってるとは、ちょっと新原さんも思わなかったでしょ。そうですね、相変わらずやっぱり根強い人気があるのもそうなんですけども、僕あの最後バルセロナでライブやった時にね、他にアクセプトとか、うん、クロークスとか、ジューダスプリストとか、ね、同じステージだったんですけど、彼らよく考えたらね、35年超えてるんですよね、もうね。あ、もうベテランか。だからあの辺がね、やっぱりすっごいいいステージやってて、で、まあ、いやこれはもう特にジューダスプリストの出来がいいことで、変な言い方ですけど、ロボ・ハルフォーズ絶好調でね、僕は4回ぐらい見てるんですけど、今まで見た中でこれは凄まじいな、この人でやっぱり一線にいる理由が、あ、よく分かったんですけども、だから彼らがやっぱり前線でまだまだ戦ってる姿をここで見ましたですね、まだまだラウダンスまだまだ青いなと。そうだよね、それはジューダス・プリストだってさ、ずいぶん74、5年からやってるわけだからね。そうなんですよね、ちょっと頑張っていただかないと。だからまだまだこれはすごくいい刺激になって僕はもう帰ってきましたですね、まあ、だってね、いよいよ9月からあの12月にかけてその三大ディストを、はいはい、まあ、30周年ツアーやるでしょ。大阪、名古屋売り切れだよ。そうですね、珍しいですね。珍しいってあんた自分で言うな。なかなか自分で言うんじゃないよ。ソールドアウトってなかなか見ることない。ソールドアウトだよ、はい、だからもうこれも広島、東京、渋谷、公会堂、あと札幌ゼップ、それから福岡ゼップ、これ全部売り切って、はい、ほいでまた2016年に向けて頑張ると。35周年、いけるよ。次は35周年ですね。いけるよ。ほいで何、あの9月からさ、そのつまりそのジャパンツアー始まるわけですけど、はい、中身はこれからゆっくり相談するとこなの。いや、あの基本はあのサンデーインディース全曲モーラルですね。全曲再現して、プラスアルファみんなの聴きたいだろうなっていう曲をやろうと。もう大サービスですよ。体力持ちますか。いや大丈夫です。もう僕はあのロブ・ハルフォードさんの勇姿を脳裏に焼き付けて、目指せあの姿という。あ、本当、あの堂々たる人したあの振る舞いはすごかったですよ。本当そこまで、クロークス、アクセプト、ボーカリスト、みんなもう還暦過ぎてますけどね。そうすぎて、すばらしいステージ。負けちゃダメだよ、兄ちゃんね。まだまだ若いですよ、ほら。そうだよ、彼らから比べたらね。そうなんですよ、はい。まあ、だけどね、あのもう一つはね、ラウドネスを見にフェスなんかでは多くのバンドが挨拶来たらしいじゃん。すごい。オーペスとか、オーペスもライオットとか。ライオットね、タッカンとマー君が飛び入りしたんですよ。らしいね。ステージで、意気投合して。ウォーリアやったって話。ウォーリア最後の一番美味しいとこで、あの二人出てきて。嘘。この僕は会場で見てたんですけど、ちょっと若干じらし。なんだ美味しいとこが出来上がってみたいな。でね、最後の盛り上がる曲なのに、ものすごいライアットのメンバーが気を使ってくれてですね、おい高崎、それいけ、それいけみたいなね、あんたらのステージやろうみたいなね。本当に恐縮したんですよ。だってね、オーペスとかなんか、あれじゃない、なんか、あのフィンランドでサインもらいに来たらしいよ。ファインの撮影会ですよ。そうでしょ。結構そういうあのアーティスト多かったですよ。アクセプトの今のボーカルの人なんかね、僕らあのニューヨークで初めて会ったライブのね、前座のバンドのボーカルだったんだって。ティティクイック。あ、そう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 。ティティクイックだろ。
で、そう、それ昔そうだよ、それが知らなくて、あら、で彼らと話したら、もうお前らの前座やったんだよ俺はみたいなこと言ってて、あ、そうなんですかって。ラムアだよ、ラムア。そうなんです、ラムア。そうだろ、ええ、うん、ラムアだやったもんね、ティティクイックな。そうだ、全然記憶ないんですけど。いやでも、だってさ、さっきね話してて、今回ほらあのアメリカンツアーウエストコースト多いんですよ、カリフォルニアとかね、はいはいはい、そうなるとやっぱサンフランシスコとかさ、はい、昔ラージロッキーって前座だったじゃん。そうですね、そういうやっぱり多くのアーティストがやっぱラウドネスのサポートで旅立って行ってるからね。そうですね、ポイズンとかシンデレラなんかね、ほら旅立つどころかね、もう遥か彼方まで行きましたですね。すごい、もう10周遅れぐらいになりましたよ、ラウドネス。ほんまに、あの時はね、あの時はもう、うん、もうアメリカンドゥームもね、初めて見ましたよ。あ、これほんまアメリカンドゥームってあるんやなって。難しい、ポイズンお前ら、お前俺らのお前のもう狭いとこで演奏してたのに、そうそうそう、半年後にはお前らスタジアムかみたいな、ね、その通りだよね。恐ろしい国です。いや、アメリカのエンターテインメントって本当あれで、僕もね、その今言ったようにポイズン、シンデレラ、ラウドネスの出演中のコンサートを、ロサンゼルス郊外サンタモニカシビックで見たの、はい、そうですね、うん、そうでしょ。あの時に一番最初ポイズン、それからシンデレラ、最後ヘッドライナーが我が日本のラウドネスですよ、それから2週間経ったらポイズン、ラウドネス、シンデレラになってたっていう。それはね、あれすごかったよな。いや、これはね、下克上ですね。下克上だ、あれ。みるみるビルボード上がってきましたからね、2バンドが。そこは置き去りにするな、お前らみたいな。そう、でもやっぱね、あれ見た時にラウドネスもっともっと頑張って、やっぱヘッドライナーずっと続けられるようにね、頑張らなきゃいけないなと思った、俺も。そういうことあったもんね。そうですね、でもまあ、たくさんいろんなバンドで一緒に演奏させてもらったんで、いいやん。あ、俺ね、新原さんと話してて昔のこと今ふと思い出したけどね、まあ、モートリーだなんとかっていろんなツアーしたけども、はい、一番サポートでヘッドライナーとタフだったのは ACDC の客乗せるのがね、なかなかやっぱりみんな ACDC 見に来てるもんだから、ラウドネスがサポートでね、あの時頑張らなきゃいけないなと思ったっていう、今思い出したわ。そう、あのね、もうあれはだから ACDC ってもうなんていうんですかね、修行の、まあ、そうだよ、一つのもう ACDC 見に来てるからね、もうそのステージにお前ら出るのかぐらいの、アンチ、もうね、そうなんだろうな、アウェーですよ、もうボトルは飛んでくるわ、もうなんかいろんなもん飛んできましたですよ、本当、もう放送禁止用語のブーイング、もうやばい、ね、もう体いっぱいに浴びて、これこそロックだということで、昔ブルースブラザーズ映画ありましたよね、はいはいはい、で金網に演奏してて、お客さんがいろいろボトルを投げるってやつね、一歩手前ですよ、本当、で、まあ、ニューヨークでライブやってる時にドラムキックドラマあるじゃないですか、歌ってるとね、煙いんですよ、あ、今日はスモークなのかなと思ったら違うんですよ、誰かが花火を投げ込んでそれが引火してベードラが火がついた、まずいじゃん、それがくすんで、火事になるから、すごいな。そうです、でもやっぱりだからラウドネス80年代にそういうね、いい意味での緊張感あるツアーずっと続けてきたからね、だからやっぱり今日に至ってプチブームなんて大変失礼なこと言ったけども、やっぱりこのプチブームのプチを取ってブームっていうかね、そこまで持っていける、一回行ってるんだからさ、そうですね、作り方分かってんの、大歓迎もされたんですけども、うん、大ブーイングもいっぱいも世界で浮いてきたんで、なかなかもうラウドスもタフですよ、そうだメンバーね、まあ実はね、お土産ヨーロッパのいっぱいいただいたんで、はい、少しずつ9月7日の渋港に向けて小出しにしつつね、毎週ネタにしていくと、よろしくお願いします、いうことしますんで、はい、9月7日渋谷公会堂ですね、9月の7日月曜日渋谷公会堂、はいはいはい、もう全国でVIPチケットはもう売り切れですので、あとはチケット7500円、こちらを買っていただくということでございますけども、いやまあでも本当にここに立ってそのラウドネスの世界的なブームがね、そうですね、また訪れるっていう、いろいろだから来てほしいっていうオファーがいっぱい今来てるので、やった、このままもう行けるところが行きたいなって思っておりますね、そしてそれが2016年、ね、来年に向けてのね、そうですね、本当に35周年に向けて、はい、ね、ギアどんどん入れて、はい、頑張ってくださいね、ギア入れて、もう日本ツアーでいい雰囲気で、そのまま全米ツアーに突入したいと思ってます、はい、ということで、はい、また今度全米ツアーの後ね、全米の情報を持ってこんなツアーでしたっての、また遊び来てくださいよ、はいはい、ぜひぜひお願いします、ありがとうございました、はい、ということで新原さんがゲストでした、どうもありがとうございました、